皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは銀魂のすごろく続きからやっていきましょう。前回この第2訓をクリアいたしましたので、今回は第3訓もっさりブリーフを脱がさないでをやっていこうと思います。ブリーフといえばあの方ですね。ということは彼らが出てくるということでしょうか。出ました、新選組。お前らやっと来たか、松平のとっつぁん。内密に俺たちを呼び出すとは一体何の用だってんだ、とっつぁん。まあ、新選組の3人はね、前回も、まあ、姿だけ出てきたのでね、ボイスは今回が初めてですね。また将軍様のお相手ですかい。そう言うな、総合。俺たち芋侍には身に余る名誉だろう。まあ、翔ちゃんに関することなのは間違っちゃいねえけどよ。まあ、とにかくこっち来てみてくれや。あらら、将軍。上様！とっさん大変だ！上様が！将軍、かなりリラックスされてますね。よく見ろ、近藤さん。上様はご無事だ。ただ寝てるだけみたいだぜ。というかさ、曲げ邪魔じゃないのかな、そうやって寝て。でも、なんか変なのつけてますぜ。なんですこのチャッチーアイマスク。これじゃあ外から光が入っちまいますよ。土方さん、油性マジックありませんか。眼球ごと塗りつぶして差し上げねえと。怖っ。さすがドS。善意に見せかけてさらっと怖いこと言うんじゃねえ。俺、この前何かでああいうの見たよ。レンズ部分からビームが出るんじゃない。いつから将軍様はミュータントになったんだ。なんだおめえら、知らねえのか。近頃流行りのバーチャルスゴロクだよ。松平のとっちゃんはあれかな、娘さんからこういう情報聞いてんのかな。それくらい知ってますよ。体内でも随分流行ってるようですね。え、そうなの？俺全然知らなかった。まあ体内もね、年齢若い人も結構いるし、でも見た感じ結構年上な人多かった気がしたけど、まあ大人もハマるゲームってとこかな。で、そのスゴロクで将軍様と遊んで差し上げろってことか。わっ、あ、いつものやつが出たのか、びっくりした。話は最後まで聞けや、トシ。撃つぞ。おい、もう撃ってるじゃねえか。男が細かいこと抜かすんじゃねえよ。それでで、ショウちゃんがジョーカーで流行ってるスゴロクで遊んでみたいと言い出してな。おじさん、娘の分買おうついでに翔ちゃんにも買ってあげたわけ。あいつはそれは喜んでな。早速俺遊び始めたわけよ。あ、なんだ、クリコちゃんのまだ買ってなかったのね。一人で。一人でよ。上様、どんな気持ちだったんだろうな。大丈夫だ、あいつガキの頃から一人遊びには慣れてるから。寂しいな。なんか善蔵とかさっちゃんとか呼べばよかったのに。フォローになってないぜ、とっつぁん。より痛々しさが増しただけだ。ダメだ、土方さん。俺これ以上辛くて聞いてられねえよ。明日絶対腹筋筋肉痛になる。爆笑してんじゃねえか。しかし、とっつぁん、上様はお喜びになったのだろう。それに何か問題があるのか。戻ってこないんじゃないの。かれこれ1時間とか言ってさ。喜んでくれたのはいいんだけどよ、それが昨日の話なんだわ。昨日からずっとこんな状態なの。翔ちゃんったら
スゴロクに熱中してんのか一度も目覚めねえのやん。それはちょっと心配だね。昨日からだともう12時間以上経ってる。いい加減こっちに戻ってきてもらわねえと公務にも支障が出しまうしよ。そっとしといてやったらどうです。現実に戻りたくねえんでしょう。いや俺もそうしてやりてえけどよ、責任問題になるかもしれねえだろうが。だからおめえらスゴロクの中に入って、翔ちゃん連れ戻してこい。それこそほっとけよ、とっつぁん。上様だってガキじゃねえんだ。そのうち自分で戻って。そんなこと言ったらまた撃たれるよ。ほら、それを待てねえからおめえら呼んだんだよ。いいから早く行けよ。3秒以内に行かねえと撃つ。いやもう撃ってっから。うわっ、ちょとっさん待って。いいち撃つんでしょ。ニトさんはいつも言ってんだろな、男は1だけ覚えときゃいい。懐かしいねこのセリフ。これは松平のとっつぁんの初登場の時に言ったセリフだね。いや、沖田さんはあれかな、むくまないように土方さんの上に足のけてんのかな。なかなか視力高いね。この3人は選べないってわけか。あのですね、前回沖田さん選んでボロ負けしたんだよね。いや将軍から見って言うんだから、やっぱりここは局長に行ってもらおうかな。負けないもんね。とっちゃん絡みの新選組の話はね、近藤さんがツッコミ役になるからより面白いんだよね。普段ボケる人がツッコむってなかなか見られないというか。まあ銀魂の世界は逆転は結構あるけどね。第三君、もっさりブリーフを脱がさないで。ここは豚所か。寝ぼけてんですかい、土方さん。本物の豚所じゃなく、スゴロクの中ですよ。え、嘘！よくできてるもんだな。で、上様はこのスゴロクのどこかにいるってわけか。とっつぁんも面倒なことを押し付けてくれたもんだぜ。スゴロクから戻らねえ将軍様を連れ戻せた。一体どこの世界にそんな仕事をする公務員がいるってんだ。まあスゴロクってものでもないけど、行方不明の将軍を探すっていうのもね、重大な任務だと思うよ。早いとこ上様を見つけ出してお帰りいただくしかあるまい。トシ、サゴ、行くぞ。なんで。おいゴリラ、早まんじゃねえ。これは夢の中のとっつぁんね。とっつぁん？なんだ、とっつぁんも来たのか。これも本物じゃないみたいですよ、近藤さん。いいかおめえら、翔ちゃんの居場所は俺が見つけておいてやってくるわ。おお、本当か、とっつぁん。なんだおめえ、俺を疑ってんの？れっきとした有力筋からの情報よ。有力筋ってどこ？天道宗とかじゃないよね。仲のいい姉ちゃんが歌舞伎町で見たっておじさんだけに教えてくれたんだから知って。キャバクラのあの子かな、なんだっけ、モネ、姉&モネだっけ、それの姉ちゃんだっけ。どこから情報を得てんだ、とっつぁん。だが居場所が分かってんなら案外早くことが済みそうだな。早速お迎えに。なぜ。まだ話は終わってねえんだよ、トゥーシー。
とはいちいち発泡しねえと話せねえのか。おじさんは不器用だからして素直におしゃべりできねえのよ。どうしたら器用になるんですか、とっつぁん。あいつ妙な問題抱えちまって、今のままじゃ戻れそうもねえんだよ。何、借金？ちょっとこれ見てちょ。あらら、あれは上様？何何、あれか、王様ゲームやっちゃったの？大江戸ライブカメラの映像だ。なんつー格好してんだ。見てくだせえ、あの顔、完全に正気を失ってます。目があったらブリーフ投げつけられるんじゃないですかい？いや、そしたら大変でしょ。これは私たち3人が捕まえるというか保護しないと。逃げ出した猿じゃないんだからね。一応将軍様だよ。これで分かっただ。何があったか知らねえけどよ、あいつ身ぐるみ剥がされて徘徊してんの。いや、おそらくショックで自分が将軍であることも忘れてな。なんで記憶喪失になってんの、それで。将軍がそこらをうろうろしてるなんてことが表沙汰になりゃ、不定浪士どもが黙っちゃいねえ。そうなる前に翔ちゃんの記憶を取り戻し、無事に連れて帰ってきてくれ。もうなんか衝撃与えればいいんじゃないの。上様の身が危険とあらばじっとしてなどおれん。行くぞ、トシ、総合。近藤さん、スゴロクだってこと、すっかり忘れちまってるみたいですね。お、それで本番が。で、こっから私が喋るのね。上様は歌舞伎町におられるという話だったな。早く向かわねば。おう、ちょっと待てや。とっさんの声、これは無線機か。本当は俺も手伝ってやりてんだけどよ、あいにくこの後お姉ちゃんと待ち合わせがあるからして。何やってんの、徳さん。上様のピンチだっていうのに。あ、いいわ、この近藤さんと徳さんのコンビペア。あ、コンビとペア同じだ。翔ちゃんのいる歌舞伎町は歩き回るだけでもすぐ財布が空になっちまう魔の街よ。俺はそんなヘマはしねえさ。いや、おたいさんが出たらやるでしょ、あなた。甘く見てるとひどい目に遭うぜ。今のお前じゃ歌舞伎町という戦場を歩き回るのは無理だな。そこでおじさんが金銭的に支援してやることにしたから。新選組当初前、なんかいっぱい戦うとこあるんですけど。まあ、さすがに俺の財布から出したら母ちゃんに怒られっから、表向きには給料っつう形を取る。このマスに座っていると平和を脅かす悪党どもぶっ殺してこい。いや、とっつぁん、ぶっ殺したらダメだろ。いちいち細けえな、おめえはよ。とにかく悪党を倒した分だけ毎ターン支給してやっから。ただし、倒した悪党は3ターンで復活する。それを別のやつが倒したらそいつに給料を振り込むぜ。では誰かに奪われる前にもう一度倒せということか。要戦？マグロいっぱいあるけど、万が一すっからかんになっちまったら強制的にここまで送ってやる。え、お気に出されんの？マグロ漁船だ。なんでマグロ？大間に釣り上げてちょっとは稼ぎになったら迎えに行ってやるからよ。なんかめちゃくちゃ大変そうやん。とにかくどんな手を使っても構わねえから、しおちゃんに接触し記憶を取り戻してやってくれ。そんじゃ
頼んだぞ。上様は俺が必ずお守りする。すぐに記憶を取り戻してみせるさ。あなた一度記憶失ったんだけどね。はじめ。おたえさん、見せてくださいね。そのおたえさんにお金取られないかすごい不安なんだよ。まあ、カードを引くか。サイコロ5個のデレットカズラ5。あ、いいね。誰のカードだ。そして沖田さんのセクシーショット。あ、最初から。適当に言っちゃっていいの？いいのかな？あ、こっちに行けるのね。じゃあ戦いたいけど、この赤とオレンジの差なんだろう。あ、ちょっとこっちに行ってみるか。悪の組織、構成員。ふうふう。これ、なんだっけ？春雨だっけ？堕落の時に出たやつだっけ？なんだお前は。こっちへ来て話を聞かせてもらおう。わ、完全にモブやん。片付けるか。お、やった。お、なかなかいいんじゃない。あ、これ勝ったやん。こんなもんだろうな。さすが局長。ふうふうじゃ何言ってんかわからんぞ。お、さすがですね。1個もらえた。というか沖田さんこん中で一番体力ないやん。だから負けちゃったのかな前回。俺以外みんな死ねばいい。そんなこと言わないで、怖いからさ。俺らを選んでもいいぞ。もうかわいい。あー、なんかこんなのいたね。ちょっと恨みっこなしです。総合何すんの。どうかな。あ、これも戦いだね。よっしゃ、チャンスは必ず俺の元にも来る。来るよね。そう信じよう。死ねえ。このくらいで勘弁してやるよ。まあ、最初のうちは勝つか。あ、寝た。よし、俺の番だな。バトル時にダメージプラス5。あ、めちゃくちゃ強いもの引いたね。ほらよ。狙い通りだな。狙い通りかな。今のうちに動いていいから。もらっとくぜ。あー、めちゃくちゃいいやん。敵倒すよりめちゃくちゃいいじゃん。あ、お金もらえた。ようやく俺の番か。ちょっと待って、なんかない。いやでもさ、カードだけ引いておくか。移動時サイコロの出目1プラス主アイテム3。おう、来い。あ、2しか出ないってことは。いやー、その目は嫌。あー、そっか、上に行くのね。こんな病院あったっけ？最近できたのかな？中山さん、こちらの患者、お願いできるかしら？怖っ！中山です。よろしくお願いしますね。え、何そのドリル？いやー！
俺生きてる？まだ生きてる？あー、めちゃくちゃ惹かれた。そしてなんでこの人はちょっと喜んだの？てか近藤さん負けませんぜ。近藤さん、カブト狩りの時のポーズ撮ってんじゃん。まあそうだよね、恨みっこなしですぜ。なんか沖田さんが土方さんに仕掛けるっていうのがまたね。カードの使用禁止。よっ、なんかいい目が来たっぽいな。もらっといてやりますわ。みんなお金もらえる、いいの？動けねえ。腹痛だもんね。男にはやらねばならない時があるのさ。それはカードを引く時。相手に5ダメージ。おー、いいね。トーン。いいか、来たんじゃないのこれ。そうだ、右行ったら土方さんと戦うから、ちょっと逃げる。あ、またになろう。てか戦う相手はこれなのかな。さっきこれだったからこっち。おお、いいね。いいめこい。あ、いいね。おお、めちゃくちゃいいね。こんなもんだろうな。いや、近藤さん無敵だね。クーじゃ何言ってか分からんぞ。あ、収入とはまた別なのかな、お金。負けませんぜ。おきこハンマー、これめちゃくちゃいいよね。防御完全無視って。俺は昔スナイパーというあだ名で呼ばれてたらいいのにな。完全に妄想じゃんそれ。すごいね沖田さん、後ろにいる土方さんにどうやって当てたの。完全にスナイパーしかできないものだよそれ。なんかいい目が来たっぽいな。そうか、そろそろ向こう側にも行かないと。もらっといてやりますわ。うわー、何これ、めちゃくちゃいいじゃん。何、私が選んだ時はかなりボロ負けしてたのに。こんな時こそしっかりしねえと。まあ、ボロ負けしたのは私が悪いんだけどね。ほらよ、よし行くぜ。かかってきな。ま、当然の結果だな。あ、でも食らったんだ。お父さん、見ててくださいね。じゃあ行くよ。カード。
新記録プラス2。弱そうだなあれ。5、6。なかなかいい目が出たな。うん、ほんといい目出たね。早く終わらせてくれよ。わかったよ、もう。やっぱこれなんだね。さて、片付けるか。ああ、こっちが来たらこっち行ったわけじゃないんだね。イメコイ。イメコイ。あ、いいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。でも勝ち確定。こんなもんだろうな。風じゃ何言ってるか分かんないんだけど。痛そう。何そのポーズ。おお、やった。なんだ、俺の番ですかね。ダメージプラス1。よっ、なんかいい目が来たっぽいな。死ねえ。ちっ、油断したか。え、負けちゃったの。あ、かわいい、かわいい。やっぱミニキャラになるとみんな可愛いな、仕草とか。こんな時こそしっかりしねえと。そうだね、あなたさっきから沖田さんに狙われまくってるよ。ほらよ。1。狙い通りだな。まあ戦いだから行こう。あ、アクアはめちゃくちゃ高いんだ。5000とか出たよね。あ、勝ったか。お、よかったな。ツッコミというか褒めてるじゃん。お、3万円だ。男にはやらねばならない時があるのさ。カードは、ああ、満タンだね。結構回復もないし、同時の最高。うん、これ使ってみるか。どんなんか。あ、近くに土方さんいるし。力押しだけでは解決せんからな。こういった時限ってね、少ないやつが出るんだよ。ほらね、なかなかいい目が出たな。いい目かな、何もないんだけど。あ、しかも上しか行けないし。もうオレンジはこれだけなんだね。さて、片付けるか。3度目の正直で、次は左が先行かな。うん、8は痛いね。あ、3だったら痛くないかな。でこっちが奥もあるんだよね。そして10なんだよね。弱すぎるな。もうめっちゃ金持ってんじゃん。
なんだ、俺の番ですかね。とっとと選べよ。早く決めて。漏れそう。近藤さん、やめてそれ。あ、カツアゲされる。え、また肘かたさ。恨みっこなしですぜ。そうじゃん、いいの。私はいいけどさ、私じゃないから。お金たくさん持ってる私じゃなくていいの。なんかいい目が来たっぽいな。イカれてっと痛い目見ることになるぜ。そうだね、土方さんも恨みもう、なんか持たれてるというか、なんというか。しれこのくらいで勘弁してやるよ。おお、7500。さてと、や、あ、飛ばしちゃった、ごめんね、土方さん。ほらよ、よし、行くぜ。ちょっと静かにしてくださいよ、俺、昼寝するんで。いや、立ったまんま、あなたしてるけど、もうもらっとくぜ。うわー、めっちゃいいの。それでも私がまだお金をたくさん持ってる。翔ちゃん、私は誰なんだ。うわー、来た。誰か俺のこともかまってくれよ。おじさんは寂しいと死んじゃうんだぜ。あなた、心のメンバーに来ちゃいけないでしょ。